内国法人ということで話させていただいているんですけれども、こちらはインドの会社機関の概要となっております。インドの会社は、こちらのスライドの通り4つの機関から成り立っています。まず左側、株主総会、右側取締役会、そして会社秘書役、下は、監査役という4つの機関です。株主取締役というのは、どこの国でも日本でもあるのですけれど、会社秘書役というところはインド独特ではないかなと思います。この会社秘書役について次のスライドでご紹介します。会社秘書役、英語ではカンパニーセクレタリーというんですけれども、CS というふうに呼ばれています。会社秘書役はですね、主に企業のコンプライアンス管理、議事録などの作成、会社法に関連する業務を行う人たちです。こちら2番目に書かせていただいた、払い込み資本金1億ルピー以上の会社には、CS の常設が義務付けられています。CS はですね、こちら合格率わずか 2%、 会計士などと同じように非常に難しい国家試験でして、CS の資格も持ち、 CS の実務もできる人間というのを探すのがなかなか難しいですので、多くの日系企業様は払い込み資本金額が1億円ルピーで常設しなければならない場合、名義借りという形で CS の名義借りサイナーとなってもらうというような形で対応している会社様が多いです。次に株主総会です。株主総会の内容、開催回数、開催地というのはこのようになっていますが、開催回数は年に1回、そして開催地は会社の登記住所となっております。ですので原則インドの登記住所に集まっていただいて株主総会を行っていただくということです。ですが、今回はちょっとインドに渡航することも難しいということで、コロナの影響で今年度のみ、ビデオ開催が可能となっております。その際には、ビデオの録画保管が必要なんですけれども、そういった形で対応いただいております。次に取締役会です。最低人数は公開会社であれば3名、非公開会社であれば2名ということで、取締役会を年に4回行っていただきます。こちらに書いた、その4回の取締役会の間の日数ですね、こちらは120日以下でなければなりません。こちらはですね、原則120日以下なので3ヶ月に1回開催していただく形になるんですけれども、今回コロナの影響でですね、180日以下ということで、間隔が半年ぐらい開いてしまっても大丈夫というふうに緩和されております。開催地は特に規定がございませんので、例えば日本人の取締役の方が2名ということで、日本で開催することも可能となっております。